行していきます。予選ヒート進行前にですねグリッド紹介していきましょう。ポールポジション今日も決めてくれました、カーナンバー4番フラックスモータースポーツ佐藤蓮選手、2番グリッドカーナンバー12番 RS ゲン青山誠也選手、3番グリッドカーナンバー40番レーブ RT 武井春人選手、4番グリッドカーナンバー35番フレンズ &KME 岡村健選手、5番グリッドカーナンバー32番 KRT 小玉和也選手、6番グリッドカーナンバー21番 K スピードウィン緑川拓実選手、7番グリッドカーナンバー22番 K スピードウィン徳永貴京選手、8番グリッドカーナンバー8番フレンズ &KME 色川隆二選手、9番グリッドカーナンバー18番チーム KBF 関根春樹選手、10番グリッドカーナンバー30番チーム KBF 野中聖太選手、11番グリッドカーナンバー6番チームオーガスト大谷優太選手、12番グリッドカーナンバー33番 RC ピンク福島博之選手、13番グリッドカーナンバー38番 SRJ 塩浜浩二選手、14番グリッドカーナンバー23番 RC ピンク早瀬博道選手、15番グリッドカーナンバー37番 SRJ 渡辺優太選手。以上15台 X30 クラス予選ヒートまもなくスタートになります。コース上ではフォーメーションラップが行われております。さあメインストレートショートカットコースを使ってメインストレート上帰ってきます。シグナルはレッド点灯、これがショートブラックアウトでレースがスタート。シグナルショートするか、シグナルブラックアウトレースがスタートとなりました。さあポールポジションの佐藤蓮選手綺麗にスタートを決めていったが、その後ろカナバ40番武井選手、武井選手がついてくる。さあ色川選手かな上がってきている。カーナンバー8番の色川選手かな、3番手まで上がってきた。さあ上がってきた、見せる走り色川隆二、ここは見せてくれている。レース序盤戦、さあオープニングラップはしかしながらやはりこの男が速い。カーナンバー4番佐藤蓮選手、2番手には武井春人選手、この2人ってストック、まあ、ヤマハの KT 使ったクラスよく見ましたね。この2人の争いっていうのは今日は見せてくれるのか。しかしながらタイムを見てるとですね、武井選手がやはり、失礼しました、カーナンバー4番の佐藤蓮選手、トップを走る佐藤蓮選手が速いんですよね。どうやらなんか今までフレームになんかトラブルを抱えてたみたいで、今回は新車を投入してきたということらしくて、やはりそのまあレーシングカートってサスペンション機構がないんですよね。フレームがもろにこう地面の入力を受け止めて、またフレームそのものがサスペンション機構を果たすというねレーシングカート独特の仕組みですから、ゆえにそのフレームにかかる負担というのが非常に大きいんですね。本当にグリップの高いカートなんかですとですね、1レース2レースをしただけでフレームにクラックが入ってしまったりとか、クラック、いや亀裂ですね、亀裂が入って しまったりして、それだけフレームにかかる負担は大きいんだななんても思います。さあトップはやはりカーナンバー4番の佐藤蓮選手、2番手には武井春人選手、少し離れて3番手にはフレンズ &KME 色川選手が続いています。最近はでも本当こう上位カテゴリーになると特にそうなんですけれども、レーシングスーツ、ヘルメット、ドライバーアイテムがすごくかっこいいですよね。レーシングカート自体もかなりこうカラフルになってきてますので、それに負けないように非常に各ドライバーもそのコーディネートがしっかりしてきてますよね。特にこうストレート今バーッとバックストレート抜けていくときを見ると、3番手走る色川選手のヘルメットめちゃくちゃキラキラしてるんですよね。よく新東京でもブースを出している、ファストルックス高津くんがですねこの辺のコーディネートをして、デコレーションをしているというところで、色川選手のヘルメットかなり綺麗ですね。映像でも出るのかな、カートオンラインご覧の方なんかキラキラっとヘルメット光ってますよね。ここには本物のスワロフスキーが貼り付けられていて、その辺がですねすごく綺麗に輝いてるんですよね。ほんのり甘噛みしましたね今僕ね。スワロフスキーってみたいにちょっと噛み気味でした、すみません。スワロフスキーですね、はい、スワロフスキーとかスワロスキーと言いますが、はい、ゴルバチョフ書記長、早口言葉ね練習しましょうね。昭和シェルシェキュー言いにくいですね、はい、どうでもいいですね。レース戻りましょう、はい、トップはカーナンバー4番のフラックスモータースポーツ佐藤蓮選手、2番手にはカーナンバー40番の武井選手と続いております。さあそしてその3番手
色川選手のすぐ後ろカーナンバー35番の岡村選手前に出た。3コーナーのブレーキングで前に出て岡村選手が3番手に上がってきました。さあ岡村選手は全日本ドライバーですからね。この間なんかそういえば僕ニスモの映像を見せたら岡村選手 A ライトって言ってるようななんか映像があったんですけど、あれ岡村選手だったんですかね。詳しい方後で教えてください。なんか見たことあるななんてこの間見てたんですけれども、そうじゃないかなと思います。なるほど、チーム元山のメンバーで日産の絡みの映像で A ライがつながった。納得。あ、よかった、すっきりしました。じゃあこの辺で、いや失礼しないですよ、ちゃんとやりますよ。さあトップはカーナンバー4番のフラックスモータースポーツ佐藤蓮選手、2番手にはカーナンバー40番レーブ RT 武井春人選手と続いています。そして3番手に上がったのは岡村健選手、4番手にはカーナンバー8番の色川選手と続いています。少し離れて5番手にはカーナンバー21番カーナンバー21番の緑川拓実選手が続いています。現在レースは8周目です。この X30 クラスのみ予選ヒートは12ラップですから、残りは今あと4周とちょっとといったところでしょうか。さあ現在9周目、トップの佐藤蓮選手はもう6コーナーです。ぐん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 2番手以降に大きな差をつけて、今日も優勝へ爆走中といったところでしょうか。2番手にはカーナンバー40番の武井選手、3番手にカーナンバー35番岡村選手、4番手にカーナンバー8番色川選手。さあでも色川選手のオープニングラップのね、一気にジャンプアップした順位、これはね見ものでした。一気に3番手まで上がってきました。10周を終えて11周目に現在入っています。さあ間もなくファイナルラップに入ろうといったところでしょうか。さあトップの佐藤蓮選手からファイナルラップに入っていきます。やはり今日も強さが光るこのカーナンバー4番佐藤蓮選手。さあ決勝に向けてね、着実にこれトップをもう問題なく取っていくといった展開です。2番手の武井選手も速さはあるんですが、そのトップを走る佐藤蓮選手までは及ばないか。そして3番手に上がってきたのはやはり全日本カテゴリーでも戦っている岡村健選手が3番手ということで続いております。さあそして4番手争いだ。さあ4番手争いサイドバイサイド、色川選手がクロスでうまくね抜けてきましたね。ブレーキングからクロスをで再び4番手でゴールという形です。トップはカーナンバー4番佐藤蓮選手、2番手にカーナンバー40番武井春人選手、3番手にカーナンバー35番岡村健選手、4番手にカーナンバー8番色川選手、5番手にカーナンバー12番青山誠也選手、6番手にカーナンバー21番緑川拓実選手とね、暫定ですが上位陣このような結果で予選ヒートを終了となりました。
以上で全てのクラスの予選ヒートが終了になりました。さあこの最終戦に向けてですね、まあ1年を通じて、やはりこのドライバーが速いのかというドライバーが前に来てたりとかする感じがしますが、そうは言ってもなかなかこう中段に埋もれてたドライバーが、上位争いをし始めたり等々、クラスによっていろんなケースがある感じがしますね。さあ決勝ヒートに向けて、準備を整え